エーステック。VAT。芥川タナ音楽を愛する人により。ミュージカル。バーンステイン。ウェストサイド物語。ミュージカルが新しい時代の新しい芸術ジャンルとして、広い層に受け入れられた理由はいくつもありますが。 その一つは、何と言っても、音楽、プラス、演劇、プラス、舞踊、の産に一体化な成し遂げられたことであり、そのために各ジャンルが、今までの舞台芸術では、表現できなかったような新しい、生き生きとした個性を発揮したということでしょう。それまでの音楽的舞台芸術は、オペラにしろオペレッタにしろ、 それぞれ発展の仕組みをことにする音楽と演劇が、お互いにぶつかり合って都合の悪いことが起きたときは、すべて音楽優先という方法で片付けてしまいました。そのために、芝居としては随分おかしなことでも、これは音楽なんだからということで、平気で済ましてきたのです。例えば、母を訪ねて三千里、 という物語がありますが、母を訪ねていく途中で起きた色い々ろいろなことは、こんな苦しいことがありました。こんな辛いこともありました。という具合にセリフで、つまり、芝居の世界で片付けることができるにしても、いよいよ様々な苦難の末に母に巡り会え、おっかちゃん。と、叫んで二人が抱き合った後の言葉の途絶えた世界、 これは、どうあっても、音楽の世界です。歌がさらにその世界を、どんどん押し広げていく。本来、歌というものはそういうものなのです。喜びの歌にしろ、悲しみの歌にしろ、言葉を超えたところに生まれるものなのです。嬉しくてじっとしていられない、これが、踊りの世界に発展していく。 これも同じ理屈です。つまり、ミュージカルは、それぞれの芸術の極めて本質的なものを、誰にでもわかりやすい形で、舞台に繰り広げてくれるのです。もう一つ大切なのは風刺です。庶民の言いたいことを代わりに言ってくれる、その気安さと親しみやすさです。例えばこの、 ウェストサイド物語の中のアメリカアメリカという歌は機械文明に読されたアメリカ社会に対する痛烈な風刺に満ちております。もしこの歌詞をシリアスな形での演劇あるいは映画に仕立てようと思ったらそれこそ大変な演技力なり演出力なりが要求され しかも、厳重な検閲も受けなければならないでしょう。このように文明批評なり、政治批判なり、人間風刺なりといった大きなテーマが、歌と踊りによって手軽に料理できてしまう。これは、ミュージカルを作る側からの楽しみでもあります。今や全世界を、カラヤンと共に二分する勢力を持つアメリカの祭人バーンステーンの作った、 ミュージカルの傑作。ロメオとジュリエット。の現代アメリカ版です。